を議題といたします本案に対する質疑は終局しておりますのでこれより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います仁比総平君私は日本共産党を代表して国家安全保障会議設置法案に反対の立場から討論を行います本法案によって設置される日本版 nsc は日本の外交 安全保障の司令塔だとされますが、検討されている国家安全保障戦略の中身を見れば、首相のもとに戦争・軍拡の司令塔を作ろうとするものです。秘密方法と一体で主権者国民を罰則で禁圧し、あらゆる情報を隠しつつ、米国との情報共有を行って政策決定を進めようというものであり、集団的自衛権の行使に向けた検討と合わせて、 憲法に反する海外で戦争する国への体制整備に他なりません。政府の国家安全保障戦略において、明日ともに武器輸出国になるための検討がなされていることは重大です。紛争当事国への輸出につながることを承知で、米国等との共同開発に乗り,ば乗り出すばかりでなく、首相自らがトップセールスまで行い、トルコ軍との戦車の共同開発のために、 合弁会社まで設立することは、武器輸出三原則を掲げてきた立場を公然と投げ捨てるものです。武器輸出三原則は単なる政府方針ではありません。国会が決議を挙げ、政府も国税だと答弁してきたものであり、国際的にも日本の平和国家としてのありようを具体的に示す理念として広く認められてきたものです。これを一内閣の判断で根本から覆すことなど、断じて許されるものではありません。 さらに国家安全保障戦略では、ジブチの基地の拡充をはじめ、国際平和協力活動のためとして、自衛隊の海外基地の整備を図ることが検討されています。日本防衛とは全く無縁であり、世界の警察を辞任する米軍を真ね、それに突き従って海外での軍事行動を広げるための検討にほかなりません。今や外国に軍事基地を置く国は、巨大な基地ネットワークを持つ米国のほかには、イギリス、フランスなどがわずかに持つだけです。 軍隊の外国駐留が縮小の道をたどった第二次世界大戦後の世界の流れにも逆らうものであり、このような検討は直ちにやめるべきです。NSC により、米国との情報共有を強化するとしていますが、日本政府がイラクの大量破壊兵器保有の証拠だとする米国の捏造情報をうのみにし、国際法違反の戦争を支持したことについて、まともな検証を行う意思も反省もないことが、審議を通じて 改めて明らかになりましたさらに米国が日本を通信傍受の対象としていた問題では米国との意思疎通を図っているなどと述べるだけで主権侵害に対する徹底した事実解明の要求も抗議もしていません同盟の強化だとして情報共有の強化を図ることは米国への従属を深め同じ過ちを繰り返すだけです政府にはイラク戦争への対応について正面から誠実な検証を行うとともに 同盟ありきの外交判断と政策を根本的に改めるよう、強く求めるものです。本法案は断固廃案にすべきことを重ねて申し述べ、反対討論を終わります。大野元博君、はいえー、民主党新緑風会の大野元弘であります。 会派を代表いたしまして、安全保障会議設置法改正案に対し、賛成の立場から討論をさせていただきます。我が国を取り巻く安全保障環境に適切かつ機動的に対処するための国家安全保障会議設置、およびそれを支える事務局機能の充実は、民主党がかねてより主張してきたことであります。しかしながら、本法に基づく国家安全保障会議の設置については、大きな懸念も存在をします。 政府は平成23年以降の防衛計画の対抗を凍結し、我が国の安全保障戦略を漂流させてしまいましたが、そのような中で、戦略なき入れ物だけでは国家の安全保障に責任を負うことはできません。しかも、この入れ物に当たる制度についても、いくつも修正すべき点が残されています。縦割り行政に陥りかねない安全保障局、LINE に入らず、曖昧な権限の中で、 事態対処体制の阻害要因となりかねない安全保障担当補佐官はその必須と筆頭でありますさらに国家安全保障会議における戦略立案や分析を支えるべき体制も未熟ですそれは例えばインテリジェンスコミュニティにおける情報収集体制の在り方の強化および一元化緊急事態における体制づくりの甘さ国家安全保障会議の多様な形態ごとの構成員の 適切な選任への疑問等でありま,すまた、会議の性質に配慮しながらも、後世での検証を可能にする議事録等の記録についても、早急に措置が講じられるべきです。このように、国家安全保障会議を有効に機能させ、国民の命と安全を守るためには、不十分というどころか、あまりにも不備な点が多い法案ではありますが、 民主党の修正案の一部を取り入れて、最低限機能するものになったことを評価するとともに、本院における議論を踏まえ、国民の安心と安全のために、この法案成立次第直後に、本法案およびその運用を迅速に見直すことを切に要望し、賛成の討論とさせていただきます。ありがとうございました。 福島瑞穂君。はい、えー。社民党の福島瑞穂です。社民党を代表して内閣提出、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。本法案は、現行の安全保障会議を改組して、米国の NSC を真似た、いわゆる日本版 NSC を設け、首相官邸の外交、安全保障に関する司令塔機能を強化しようというものです。 まず第一に、権力の集中の問題です。西山参考人はこう言いました。やっぱり内閣の権限を一元一極集中化させようと、権力の集中一元化をやればやるほど、秘密の保全というものは進行するんですよ。そういう悪循環を断ち切らなければいけない。日米体制というもののをこの際、 一挙に正義化して、これによって日本の国家の安全保障体系をもう不動のものにするという意思もありますと。その通りだと思います。日米体制、とりわけ軍事強化のための正義化として NSC を作るということに反対です。我が国の根本概念である、根本理念である平和主義、世界で戦争をしないということに反します。第二に、 情報操作とコントロールの危険です。西山参考人は、日米の協力は 日本の協力は絶対いるという視点から、アメリカは情報を出したり引っ込めたりするという恐れがある。この国家安全保障会議というものを舞台にして、この日米の軍事力の共同体化というものが一層促進されていくという、そうすると日本の主体性が果たして本当に発揮できるかどうかという非常に重大な問題が出てきます。これもその通りです。 イラク戦争の時日本はアメリカのイラクに大量破壊兵器があるという虚偽の情報をもとにイラク戦争を即指示し自衛隊をイラクへ派遣しました。誤った情報に乗せられ誤った戦争に加担したことは重大です。NSC が設置されればアメリカの情報操作とコントロールの危険はより増幅されていくと考えます。第三に 安倍内閣はアメリカと情報を共有して安全保障で一元化した主体を作り、秘密保護法を作って国民に対しては情報を出さず、国家安全保障基本法を作って戦争の手続き法を作ろうとしています。新 NSC 法案、秘密保護法案、国家安全保障基本法案は三民一体で戦争をするための法律です。 集団的自衛権の行使を入れれば、カルテット四つで戦争するための法制度となります。これらには断固反対していかなければなりません。以上で社民党の反対討論といたします。石川博隆君。 私は今般の安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表し、賛成の立場から討論いたします。